お疲れです。お疲れ様です。来ましたね。来ました。本日異界キューブ店さんにお邪魔しております。今日何買うんだっけ？今日はですね。今日はですね、もう2、3年前から言ってました。矢を買いたいと思います。やったー！冒頭だね。高校から使ってた矢をずっと使い続けてて、もう矢尻も、もう矢はずもボロボロ。ボロボロだよね。ボロボロなんで、その矢だね、こちらでございます。10年以上のもうヴィンテージ品になります。これシャフト何だったっけ？シャフトの素材はジュラルミンですね。なんかヤフトビさ、最近見てるけどさ、落ちてるよね、フォークボールみたいな感じで。そうだね、羽もボロボロなんで。羽マジでボロボロだね。半分ぐらいなってんじゃない？いや本当にもう半分ぐらいなってるかもしれない。あとあれだね、このハギ糸とかも黄ばんでんのかな。そうだね、なんで俺この柄にしたんだろうっていう感じなんですけど。女子受けでしょみたいな話を高校生の時はしてた。ということで今日買おうと思ってるのはカイザーとか、あとマネージャーとかが使ってるカーボン、いやカーボン矢に挑戦してみたいなと、はい、ようやくカーボンデビューだね。カーボンね、マジで欲しかった。なんで欲しかったの？まずカーボンっていうのが僕たち高校の時あんまなんか聞いたことなかったよね。うん、なかったなかった、うん、でまあ社会人になって初めてカイザーとかマネージャーがカーボン矢で買い替えるのを見て、はい、あ俺も一緒にしてーなーみたいな、そんな感じのノリで買いに来ました、はいはい、じゃあちょっと見てみますか、はい、ビーフシチュー。どう？あるカーボン矢。そんな僕カーボン矢詳しくないんですけど、うんうん、まあ一般的にはミズノの矢だったり、はいはい、イーストンの矢だったり、割と有名なところとかを見つつ、イカイさんのおすすめのやつも見つつ買いたいなと考えてます。まあやっぱりこう置いてあってもね、聞かないとどれ買えばいいかも分かんないよね。そうなんだよね。じゃあ教えてもらえますか。今日は後ろでずっと待機していただいておりました。お待たせしました。はい、すいません、よろしくお願いします。クリームシチュー。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。今日はカーボン矢をちょっと買いに来たんですけど、はい、結構矢の知識が結構素人な部分があって、はい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 、僕が今使ってるジュラルミンとカーボン、うん、どんな違いがあるのかなって思う。なるほど。まず簡単に言うと、ジュラとカーボンって言ったら材質が違うんで値段違います、うん、でジュラルミンっていうのはすごい柔らかいんですね。実はスパイラルですね。そう、カーボン矢っていうのは実は硬くて、はい、要は曲がりにくかったりっていうことも、うん、まあ、もちろん理由としてあるんで、はいはい、カーボン矢の方が実はやっぱり丈夫、長持ちします。あと違いっていうのはもう本当に簡単に言うと、硬さが全然違うのでこうブレがないんですよ。人によってですね、ブレが少ないってことは的に当たりやすい。あ、うん、例えば人によってはブレがない分、揺れながら反動して真ん中に当たってたのがブレないのでもう前に出てしまうっていう可能性もあります。なるほど。だからいい部分と合わない部分っていうのは絶対出てきます。なるほど、はい、ジュラ使ってらっしゃるって言ってるんですけど、はい、それと合わしたいんであれば、まずもちろん太さ、重さ、そこさえ割と同じようなシャフトにしておれば、うん、問題なく同じ。例えばこれがめちゃめちゃ軽いカーボン矢とか、はいはい、重いカーボン矢にやっちゃうと、ジュラとカーボン引いた時に多分狙いが変わります、うん、あ、飛び方が変わるんで。僕のイメージなんか結構カーボンだと結構矢飛びがすごいから、はいはい、いつもの感じで引くと上に行ったりしちゃうのかなと。それはね、実は、まあ、結構世間ではいろんな噂で、はいはい、カーボン矢は当たる、よく飛ぶ、はい、聞くじゃないですか。いや、実はそれはジュラよりも軽かったり、やっぱり粘りが強かったりっていうことが原因、はいはい、人によってはもうすごい矢飛びが良くなってよく当たるようになったっていう話と、人によってはいや、ジュラの方が良かった、カーボンにしてからあんまりっていう人もいるんですからね。ただそのよく飛ぶ、よく当たるっていう声のがよく聞こえるから、カーボン矢は当たる、カーボン矢はいいっていう知識が出てくる。だから我々からすると、正直ジュラでもいいしカーボンでもいいと思います。うわ、そうなんだ。若干勘違いしてた、ね、カーボン矢っていろんな種類っていうんですか、銘柄っていうんですか。そう、メーカーあります。さっきもちょっと言ってらっしゃいましたけど、ミズノのカーボン矢でウィニューっていう、まあ、今ちょっとね、はいはいはい、昔のミズノのシャフトじゃなくてこっちに今なっちゃってるんで、これが今主流です、ミズノ。で、続きましてこちらがね、ハヤブサっていう。ハヤブサ、初めて聞きました。これもすごい木っぽいんですよ。へぇ、そう、この木目がすごい人気で、これもすごい今売れてます、うん、で、こちら、これイーストン。イーストン、はい、聞いたことある。イーストンのウッドカーボンって、まあ、カーボンシャフトなんですけど、うん、要するに今ジュラルミン使ってらっしゃるじゃないですか、はい、それもイーストンなんですよ、実は。あ、そうなんですね。で、イーストンっていうのはアメリカの実は工業会社でパイプだったりシャフトを作る専門の会社なんですよ。あ、そうなんだ。実は野球のバットとかアイスホッケーのシャフトとか、うん、イーストンっていうのが実は作ってて、要は均一なんですよ。
このシャフトの要は精度というか、なのでイーストンっていうのはもうすごい、うん、だそういう意味ではイーストンも出てます。であとはイカズチ僕のやつだ、ね、僕が持ってるイカズチもいろんなあのカラーバリエーションがあるんで、え、そうなんですか。ブラックがあったりとか、茶色が、ね、あったりとかいろいろするんです。ちょっと今ね在庫があんまりないんで、うん、お見せできないんですけども、こんな色あったんだ、AD って言って、これジャパンブルー、もうちょっとさっきの可愛い BK よりもちょっとこう、私がちょっと紺色っぽい、可愛い、まあ、あとですね、もう一つ匠カーボンって言って、これ吉田が調べてたやつ、マットブラックって言うんですか。そうです、これめっちゃいいなって。このシャフトがいいのはさっきジュラ紹介されてましたね、はい、動画で、はい、矢尻側、はい、色剥げてませんでした。あ、めっちゃ剥げてたね。どうしても安土に刺さる部分って色剥げてくる。まあ、要はもともと黒じゃないですか、はい、これがシルバーになるってずっと何十年も使っちゃったら、割と何年も使っちゃったらなるんですけども、うん、そうですね、実はカーボンってすぐなるんですよ、はい、え、ここそうなんだ。カーボンシャフトってこのさっき言ったみたいに伸ばりスパン強いんですけども、うんうん、これ表面実は弱いんですよ、そうなんですか。なので同じようにジュラとカーボン同じ焼かずをかけた場合、カーボンの方がここすり減るのが早い。 あそうなんだ。で、なんでこの色にしたかって言ったら、うん、すり減った時にこの色のまま保つんです。あ、そうなんだ。例えばこういうイーストンとかにしちゃうと茶色ですよね、うんうん、剥げてくるとここ真っ黒になります。中のこの色が出てくるんです。カーボンそのものの色が出てくるんですね。で、実はここはすり減りが早いから、結構カーボンやっていうのはジラよりも寿命が短い場合もあります。あ、なるほど、ね、折れにくい、曲がりにくいけど、はい、ここがすり減ってきて先が細くなって折れてくる。そっか、ちょっと細くなるのか。それはなんか塗装なんですかね。これを塗装なんですよ。塗装ではあるんだ。で、匠カーボンっていうのはもう元々これで、うん、そういうことを考えてこのようにして。これも矢の特徴は、うん、他のカーボン矢よりもちょっと割とね、シャフト自体が軽い、太さ一緒、軽っで、まあ、ちょっと今矢尻ついてないんですけど、ただまあ長いんで、まあ多分ほぼほぼ今の感じと同じ。実はイーストンはさっき言ったみたいにジェラのイーストンとほぼほぼ重さ一緒なんですよ。だから多分こっちだったら今ジェラ使ってらっしゃったら違和感ない、軽すぎちゃうかも。でも軽いとじゃあ矢飛ぶけど、今度浮くとか言うじゃないですか、うん、そこでカーボン矢に必須になってくるのがインサート。インサート、おもり、あ、おもりか。だから昨今ではもうやっぱりおもりを入れて使うとか、矢尻も重い矢尻をつけて、はい、要は精度をどんどん上げるっていう方法もあります。このシャフトの中に重り入れるってことですか。さっきこう矢尻側に入れる、あ、矢尻側か。入れすぎて重くすると矢がこう失速するからはい、はい、ダメな場合もあるんですけど、ちょうど良さが難しい。選ぶポイントはいろいろあります。え、見た目で選ぶのもいいし、ね、そういう性能とか、はいはい、各種類を1本ずつ並べて見比べてもいいですか。全然いいですよ、はい。ビーフシチュー、こんないっぱい種類あるもんな。ね、もうあれだね、デザインで選ぶ感じになってきたね。もうときめいたものが買いを決めてる。ごめんなさい、もうちょっとあるんです、実は。そ、これ以外にもシャフトだけど色が違うとか、あ、多分もうプラス5パターンとか。10種類は今ありますね。こんなあると悩みますね。まずカーボンやくださいって来られた時に、はい、うちとしてもどれがいいですかって言われても、はい、これですって言えないじゃないですか、うん、そうすると今のような説明を全部一個一個させていただいて、はい、お客さんが今使ってる矢がどれかによって近いやつ、それ今使ってるやつよりももっとこうした方がこう改善するよとかっていう、まあアドバイスっていうのはします。で、最終的にやっぱり決めていただくのはご本人、私がこれがいいとかってやっぱ言っちゃうなぜかというと、これがいいって言っちゃって使って当たらなかったら私のちなみに今何キロ引いてらっしゃいますか。今15、6、15、6だったら逆にあんまり軽いのじゃなく、はい、重いのでもいいかもしれないです。今はジュラの2015ですよ。2015でした、ね、だったら、まあ、これがだから同じぐらいなんですよ。で、行くのかちょっと軽いやつで重りを入れて、軽いのにして重りを入れて同じ重さぐらい持っていくんですよ。その場合重心が今のを使ってる矢よりも前に来るんで、矢取りは安定します。多分今ぐるぐる回るって言ったのは、さっきの矢先すり減ってましたね。すり減ってるってことは矢尻もすり減ってるし、シャフトもすり減ってるってことは、今までの重心って大体絶対前に来るんですよ、2、3センチやっていうのは、はいはい、でもここはすり減ってるってことは 1g、2g 軽くなってるんですよ、うん、ってことは前にあった重心が多分後ろに戻ってる。後ろに行けば行くほど矢っていうのはこうやって取ります。前に行けば行くほどこうやって取ります。なので今の使ってるジュラルミンの矢尻を変え、新しいのを変えるだけでも矢はまっすぐ飛ぶし、はい、そこに重りをちょっと入れて引いても多分
改善はする。別にカーボン買うなってことじゃないけど、買ってほしいけど、知らなかったね。そう、いろんなだから改善方法です。だから今持ってる矢をこうしたら良くなる。でも今持ってる矢じゃなくてカーボン矢にした時はこうなるっていう、いろんなパターンっていうのは導き出します。はいはいはい、僕の中では気になってるところとしては、ビジュアルの巧み。巧み？俺全然いいと思います。はい。あと気になってるのは、うん、結構シンプルめが、まあ、好きっていうところもあるんです。これも水野ですけど、これ水野でもこれね、竹の皮を下に巻いてるんですよ。これなんか SST、 そう、実は昔の水野の SST の一番上のグレード、うん、BC って書いてるんですけど、バンブーカーブって実はだから普通のカーボンシャフトの上に竹を巻いてるんですよ。だから竹やっぱ見えるんですよ。ああ、なるほどなるほど。水野っていいところって何なんですかね。だからまあやっぱり水野っていう名前がまずいい、スポーツメーカー、スポーツメーカーで、やっぱりもともとカーボン屋が結構今ダッと人気が出てきたのは水野さんが SST を出したおかげなんですよ。ああ、これがそう、これのまあ元々の、SST のがあるんですよ、真っ黒いやつが、はいはい、実はちょっとここに一本あるんです。これ多分知ってると思うんですよ、水野の SST、 これがめちゃめちゃ売れたんですね。でカーボン屋のようにバーッと普及していくっていう。最近なんですか？5年、6年ぐらいですかね。6年か。でそれも一番新しい版としてこのそう、ウィーニューっていうのは実はこれがもう廃盤になったんですよ。今はこのウィーニュー、ちょっと表面がちょっとザラッとしてデコボコしてます、はいはい、これが今、もうこれしかないです。これって塗装のデザインではあるんですか？デザインというか、もともと巻いてるカーボンがそのまま出てる。あ、本当に確かにザラザラしてる。カーボンやってカーボンって巻くんで、バンプみたいな、うんうん、そういう時に今こういうのができる。今気になったのは2つ。まあそうだね、国か、うん、でもそういえば思い出したんだけどさ、今回この予算いくらだっけ？5万円です。5万円、多分ギリギリどちらも行きます。あ、行けるんですか？あ、行きます。あら、でもあとあれか、羽とかも考えないといけないんですかね？そうですね、羽によってもちろん今度値段も多少変わってくる。どうしようかな、悩んでね。悩んでね。今僕の中でちょっとときめいてるのは、うん、やっぱ匠っていう、なぜならマットブラックです。色で選んでる。でもそれも大事ですよね。だから、うん、デザインっていうのもまずもちろん、はい、長く使う上では愛着ですよね。まあちょっとこの辺もじゃあいくつか出しましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。匠でまずは選んじゃいます。あります。クリームシチュー。なんだかんだいろいろ教えてもらったじゃん、他のカーボン屋も、うん、でもやっぱ色なんだ、まあ、ビジューなんだよ、ね、ビジュジュラルミン剥げちゃうからさ、カーボン剥げないって思ってて、まあ、それも違うくて、うん、まあ、カーボンの方が実は剥げやすいけれども、匠については、うんうん、あの削れてもあの色ってことで、いや長く使えるっていうところで選ばせていただきました。なんか今ちょっと話してたんですけど、はい、カーボン屋の種類っていっぱいあって、うん、メーカーごとに性能の違いってぶっちゃけあんまりないんですか？性能の違いはぶっちゃけないです。ここのメーカーがめちゃめちゃズバ抜けて性能がいいか、はい、悪いかないです。だもうデザインだよね。じゃあそのデザインと値段と、まあ、そのさっき言った重さっていうのはやっぱり絶対必須になってくるんですよ、はいはい、だから重いやつを選んだらやっぱり飛ばないし、軽すぎてもだから浮いてしまうんで、うん、はいはい、だからまあ先に重りを入れるのかどうするのかっていう、うん、その辺です、うん、なるほど。選ばれるんであればこの匠8022、うん、太さは一緒です、ジュラの201号と。これ8022っていうのはこの数字、実は80っていうのが 8.0mm、外径、ああ外径か、外径 8mm なんですよ、うん、で201号書いてたんです。あの20っていうのもインチやったら何やか忘れましたけども、うん、20っていうのが 8mm と同じなんですよ。あ、そうなんだ。で19になってくると 7.5mm、ジュラの20で始まるシャフトを使っている方は 8mm なんですよ。でこれは分かりやすく 808mm って書いてます、カーボン屋。だいたい他のメーカーでも80から始まってます、うん、で次の22っていうのがシャフト自体の重さ。あ、重さ、だいたい目安として。あ、そうなんですね。イーストンとかだったら8026とか、あっちの方が重め、重いんですよ。水野だったら8024とか書いてます。そうなってくるとこれよりも 2g シャフト自体は重い。だいぶ違うんですね。そうです。ちなみに今こう並べていただきましたけど、うん、お値段で39,600円、はい、で、はい、こちら44,000円なんですけど、はい、これなんか違いあるんですか？違いは羽を見てください。
これね、もともと黒葉、まばし系の黒葉なんですけども、もともとこれも黒いんですよ。全くこれ全部、最初は一緒。ただ、こちら、色抜いてます。あ、抜いてるんだ。分かりやすく言うと、髪の毛で言うと、色をブリーチして染め抜いてるんですよ。あ、そうなんだ。なるほど。秋だと思ってます。違う。なのでちょっと手間がかかってるんで、お高いと。ちなみにこういう風な抜き方ができるんで、それいいよね。これも高いんですよ。結局こんだけ手間がかかってるんで、はい。まあ僕の好みは羽はやっぱ白よりかは黒が。もしかして全体的にさ真っ黒にしたいみたいなイメージがあるよ。モノクロをちょっとイメージ。モノクロなんだ。そうですね。色は真っ黒とカーボンっぽい。はい、2種類ある感じ。これね、実はですね、ちょっとロットが違うんですよ。あ、これ8022っていうのここについてるじゃないですか、はいはいはい、初代はここについてたんですよ。あー、はいはい、なのでちょっとだからロット切り替わって今こっちなんですよ、うん、だからちょっとこうグレーっぽいのと黒っぽいので若干色目は違いますけれども、はいはい、そんなに使ってて遜色はないです、うん、結構違うな。好みで言うとこっちの真っ黒い方かってことも選択肢は2つ。オーダーもできます。オーダーってどういうことができるんですか。例えばこのシャフトで、はい、羽はこれで、うんうん、ここを例えば黒くしたい、真っ白にしたいっていうのは、人の見本を見ていただいてオーダーすることは可能。オーダーしたいです。例えば店舗でこうやって対面でオーダーを受けることもできますし、あ、そうなんですね。うちの方はネットがあります。機械器具店のホームページから、はい、匠の矢っていうところ入ってもらったらチョイスして選ぶことも実は可能できるんだ。ただ今ちょっと羽によってはちょっとオーダーできない、はい、ストップしてるやつもあるんですけども、ちなみに僕以前機械器具店で数をねネットショップで買ったことがあるんです。オーダーする？オーダーしたいですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。ちなみに視聴者の人がこうカーボンヤ欲しいって言った時にデザインで選ぶじゃないですか。女の子だったら何色が良さそうとかあります？女の子だったらさっき の, あのこういう、まあ、シンプルめが好きな人がこういうシンプルめがいいかな、うん、で、あとあるのは、うん、これちょっと幾何学っぽい。確かに幾何学っぽいよね。あとは木目調の木目調かわいい、うん、ところがあるんで、まあ基本的にはね、その、まあ、この3個から選ぶというところで、まあ女の子的にはどうだろう。いや、シンプルめがいいんじゃないですか。シンプルめですかね。はい、ありがとうございます。ではこの糸の選んでいただくのはもう本当この色だけです。さっき YOSHIKI さんおっしゃっていたのは、はい、シャフトがこの、ね、黒っぽい方のタクに、このシャフトをベースに羽が黒、はい、あとはこの色、はい、まあ、強いて言うならここの、まあ、糸を巻いていただいたその最後の縁取りっていうんですけど、ここの色はまあ金とか赤とかもろもろ色の色できますけど、あ、まあ大体金が一番まあまあシンプルでいいかなと思います。なるほど。はい、いっぱいある、まあ、自分の中では大体決まっててホワイト色、はい、がいいかなって。ホワイト色もいっぱいあるじゃないですか。実際糸巻いてこう塗るわけじゃないですか、うんうんうん、塗った色実は濃くなるんですね。自分の目で見た色と出来上がった色っていうのは若干誤差です。濃くなります。あ、濃くなる。真っ白、真っ白は多分まあまあまあ真っ白なんですけども、例えばちょっとこういう風にベージュが入ったりすると真っ白よりもベージュに近い色になったりします。なるほど。濃くなります。ワントーンぐらい。ちなみにこれどれですか。ちょっと白だけどグレー入ってますよね。これ多分この辺です。なるほどな。あ、でもそれも可愛いよな、多分。もしかしたら59かもしれません。これ見た目ここやとは結構白に近いけど、はっきりグレーっぽく、うん、出ます。真っ白がいい。それともさ、うん、ちょっと好きの好きな色が薄く入ってるとかも、うん、真っ白。白か、いきなりか。好きな色なんだっけ。黒。好きな色。最近は黒。まあそうだね、最近は黒だけど、ちょっと白黒にしたい、うん、今回はこの白。はい、白かな。もう一番、もう真っ白。一番ちょっと言いたくないけど、ベタな色です。いや、ほんとベタすぎる。この白で。はい、じゃあそれで、はい、させていただきます。お願いします。はい、羽はなんかしなくていい。羽って本来あるんですか。基本的に、そう、色抜きとかできるんですけど、多分今ね、この真っ黒しか多分できない。あ、僕もう羽は真っ黒がいいんで、真っ黒で。じゃあもうイメージでここはまあ真っ白になる。そうですね、ほぼそれだね。はい、あとなんかカスタムできるんですか。はずまきのところに矢がすりって言ってこうね、糸を織り込んで飾りをつけることができるんですね。こうちょっとラインが入ってるでしょ、こういうふうに入れることができます。
そうなんだ。でもあれか、真っ白だからなんか真っ白に黒糸でこう入れるとか一番わかりやすいこれです。あーなるほどね、なんか見たことあるかも。それだと自分のってわかるね。だからだいたい白をまあベースにされるんであれば黒か金かがおすすめです。金いいかも。なんか模様種類あるんですか。種類はね、一応ベースはこれしかない。あ、これか。昨日さ、大会めちゃくちゃ参加人数いたじゃん。で、その中でマネージャーがさ、俺のやどれって言ってさ、別の人のと悩んでたよね。だから、いいかもね。わかりました。それでじゃあオーダーお受けします。あとなんか決めることってあるんですか。あとはまあ長さですね。あとインサートを入れるかどうか。ちなみにね、このタクミカーボンってもともとちょっと重い矢尻を入れるんで、一回それで様子見て使ってみて上に浮くようであれば後から重りインサートを入れることができます。最初に入れちゃうとやっぱりもうどうしても下に行きやすいってこともあるんで。よしきの自分自身への誕生日プレゼントだね。もうすぐ誕生日なんで。本当にもうすぐ2週間後ぐらいじゃん。そうです。ありがとうございます。長さ今お持ちのやつと同じ長さでいくのか長くするのか。長くする短くするは自分によってなんかちょっと変わってくるんですか。ちょっとだけだったら変わんないですよ。5センチ長くすると 1g 多くってことですか。あ、今の僕の、はい、やと同じ長さで後で測らせてもらいます。はい、お願いします。納期はだいたい今日お受けしたら最短で1ヶ月。はい、ありがとうございます。ぜひそれで。あれですよね、矢買う方って結構カラーオーダーされますよね。カラーオーダーする方は多いですね。今だからネットが多いです。あ、ネットで結構来ます、はい、店舗でこうやって実際に見てオーダーする方よりもネットでは今シミュレーションでできるんですよ。シャルトのこれ知らなかった。シミュレーションでポチポチするとその絵が出るってことですか。私のチャンネル見てください。やばいやばい、ちょっと待って、やばい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 バレたやばいやばいやばい。がっつりそれについて紹介しております。やば。ちなみにその後から重さとか調整したいっていうふうなんで、はいはい、インサート入れたいとかってなった時って、はい、持ち込みですか、それともうちに送っていただいたら。あ、まあ、例えばお近くのチューブ店でしていただけるところがあるんであれば、はい、持って行ってしてもらったらいいと思うんですけど、うんうん、多分難しいと思いますよ。うちはやります。うちはまあどこので買ったやつでもやるんですけども、はいはい、他店って結構自分のところで買ったやつしかちょっと修理しないっていうところとかがあったりすることが多いので、はい、ちょっと送料かかりますけど送ってもらって、はい、重り入れてくるとかちょっとこうして送ってもらったりですね、はい、ただ重りもし入れる予定を考えてるんであれば今の矢よりも1センチ2センチ長くしておいたらいいです。なぜかというと、うん、重り入れるときにこう矢尻抜くんですけども、カーボンシャフトで先ほどちょっと表面が弱いんで気づくことがあるんですよ。あ、なので1センチ2センチ長くしておいてもらったら切ってやインサート入れて矢尻入れたら、はい、綺麗な状態でお返しできる。まあ、1センチ2センチだったら長くしてても多分、はい、問題ないと思うので、はいはい、1センチぐらい長くしてもらったら。そうですね、はい、ちなみにこのヨシキの元々の矢、はいはい、これってインサート入ってるんですか。よく分かってないんですけど、なんか分かるものなのか。これ新品の状態だったら分かるんですよ。でも今ここシャフトがすり減ってるから、でも私の長年の感じでいくと多分入ってます。じゃあもう最初から入れちゃった方がいいのかな、うん、かだからちょっと気持ち入れますか、はい、あとよしきあれじゃん、ハズ、あ、ハズ変えたいって言ってなかった。ちなみに、うん、タクミカーボンのハズは純正しかないので色が選べないんです。あ、おー、あー、そうなっちゃう。基本的にカーボンは全部そうなんですよ。え、だいたい白しかないです。今後増えてほしいよ、ねね。あとあれですよね、匠って伊海さんが企画立案みたいなされあのね、もともとカーボンシャフトに関して言うと私とメーカーさんでこういうシャフトができたらいいよねっていうので、はい、一番最初の立ち上げっていうかきっかけはまあ話し合ってたんですけど、まあ、あとは最終的にはもうメーカーさんが頑張っていただいて、まあ、艶消しの渋いマットブラックのシャフトになった。ちなみに名前とかって、うん、タクミカーボンっていうのは名前はもうやっぱメーカーさんに一任はしました。あ、うん、そうなんだ。一任はしましたけど、私はだからここのシャフトね、さっき言ったね、使ってたらすり減ってきて色変わるじゃないですか。これをどうにかしたいなっていうんで、まあ、色の提案だったりとか、シャフトの軽さ、伸張りが結構柔らかくて、だから安くて初心者でも使えるカーボンシャフトっていう、まあ、コンセプトでメーカーと一緒に考案したのがもともと始まった。俺たちのキューブ作りたい。会計かな。現金以外だとどんな決済方法か。まあ、カードでペイペイか。じゃあカードで。では3万9600円になります。はい、はい、お願いします。
予算いない。いないです。3万2000円間違いないですか？はい。39万になってないですけど。やりかねないからね、大阪のね、ボケがね、怖いから。ちなみに、カイさんって、はい、お客さんとこう話するとき結構ボケるんですか？動画のとき、僕たちにすごい。正直言います、このリアルな感じでお客さん来られた時、はい、基本でもボケはしないですね。あ、そうなんですね。こう柔らかくはいきますけども、はいはい、だんだんこう話がまあ盛り上がってくるじゃないですか、はいはい、最初はボケないですよ、はいはい、話がだんだんこう盛り上がってくるとボケます、はいはい、あ、そうなんだよかったよ、ありがとうございます。僕たち東京から来たから、ここにね、遊びに来た時にさ、別のね、動画でインタビューめちゃくちゃしてもらったんですけど、もうボケの嵐で、2人で固まっちゃっててね、まあ、ぜひ東京から来たとしても、ボケをあんまされず、最初はね、ちゃんと対応していただければ、ぜひ皆さん来てください。はい、よっぽど嫌だったのね、トラウマになったぐらい。買い上げ。ありがとうございます。買い上げ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ビーフシチュー。お疲れ様でした。もう念願の。念願だね。ようやく買ってくれてよかった。いやー、いいきっかけだった。いやー、嬉しい。どうでした？矢を買うっていうだけじゃなくて、今回イカイさんにバッチリ接客してもらって、そこについてはどうでしたか？親切丁寧。すごい、あの矢の種類がやっぱ多くて、結構迷ったりしたんですけど、結構知らなかったのが、カーボンでもその性能って結構ばらつきとかあるのかなと思ったんですけど、はいはい、そこないっていうところが、僕の中ではもうビジュアルで決めるっていうところがあったんで、ね、すごいすんなり決められたし、素直に決められたね。基本的にもうこれがいいっていうところはないので、あくまで自分がどういう矢にしたいっていうところがあるんで、うん、そこをちょっと、まあ、後押ししてもらうというか、いろいろ聞けたんで、僕そこは良かったなと。はい、なったね。インタビューも動画の時と違ってボケの数がギュッて減ったから、なんとかなったよね。めっちゃ言うね。横でイカイさんが睨んでます。冗談です。にこやかに。はい、本日はイカイキューブ店さんのご協力もあって、はい、撮影できました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、僕たちはね、もう新幹線で帰ろうと思います。はい、以上、優勝の動画でした。井上田チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。